が早いか、電車のドアが開くが早いか、並んでいた人たちは中に乗り込んだ。や、やいなや、玄関のドアを開けるや、子供たちが駆け寄ってきた。父は家に帰るや、いなや、突然倒れて眠ってしまった。なり、息子たちは顔を合わせるなり、喧嘩を始めた。 そばから、新しい文法を覚えたそばから、忘れてしまう。手からというもの、先生に会ってからというもの、私の人生は大きく変わった。にあって、倒産の危機にあって、社員を解雇する。お皮切りにして、お皮切りとして、 ハリー・ポッターは、英語版を皮切りにして、世界中の言語に翻訳されて次々と出版された。に至るまで、このアニメは、子供からお年寄りに至るまで、幅広い層で人気がある。お限りに、今日を限りに、御社との契約は解消することにしました。 思って、大阪店は本日の営業をもって閉店いたします。といったところだ。明日のイベントには人が集まらなさそうだ。来ても10人といったところだ。おいて、次の社長にふさわしいのは木村さんを置いて他にはいない。ならでは、 納豆は日本ならではの食べ物だにとどまらずがんは肺にとどまらず全身へと転移しているはおろか今のままでは進学はおろか卒業さえ危ういもさることながら日本の車は質もさることながら 燃費もいい。なり、なり、煮るなり、焼くなり、好きなように調理してください。であれ、であれ、であろうと、であろうと、大人であれ、子供であれ、ルールを破ってはいけない。一円であろうと、一万円であろうと、お金なんだから、盗んではいけない。 ととい,い、とい,い、このレストランは料理の味といい値段といい文句のつけようがないと言わずと言わず顔と言わず手と言わず泥まみれだいかんだ試験に受かるかどうかは結局、努力いかんだよいかんにかかわらずいかんによらず。 いかんを問わず、理由遺憾にかかわらず不快にさせるなら謝罪が必要だ理由の遺憾によらず遅れてきた者は試験を受けることは許されません合否の遺憾に問わず結果はメールで通知いたしますおものともせずに激流をものともせず彼はカヌーで川を下っていった およそに、息子は親の心配をよそに仕事もせずに毎日遊んでばかりいる。ならいざ知らず。20年前ならいざ知らず。現在ならネットを使わない人はいない。うんばかりだ。東京の街を歩いているとあふれんばかりの広告が目に入ってくる。 とばかりに、食べ放題なのだから、食べないと損だ、とばかりに、彼女はさらに山ほど料理をとってきた。ともなく、ともなしに。A、聞くともなく、ラジオを聞いていたら、故郷の町の名前が出てきて驚いた。B、夕方の商店街を歩くと、どこからともなしに、美味しそうな匂いが漂ってくる。 ながらにして彼の手品はいつもながら期待を裏切らない見事なものだった嫌いがある彼女は小さいことからでも深く考えすぎる嫌いがあるがてら帰省がてら地元に新しくできたデパートに行くつもりだ方々 今度、結婚の挨拶方々、そちらに伺います。傍ら。彼は、書店で働く傍ら、カフェも経営している。ところを、すぐに、お詫びのご連絡をすべきところを遅くなって、申し訳ございません。ものを、 お金がないなら言ってくれればよかったものを、闇金にお金を借りるなんてよくないよ。とはいえ、親しい関係だとはいえ、最低限の礼儀を忘れてはいけない。といえども、いくら生きるためといえども、人のものを盗むのはよくない。思いきや、この映画は、 ホラーかと思いきや、実は、コメディ映画だった。とあれば、仮に男に生まれ変わるとあれば、私の人生はどんなに違うかな。ただ最後、ただ最後、不正行為が見つかったが、最後、もうその大学には入学できないでしょう。彼は一度寝たら最後、揺すっても何をしても起きない。 ようでは、ご飯も食べずに働いているようでは、体を壊してしまいますよ。なしには、なしでは、なくしては、彼なしに、このプロジェクトの成功はありえなかった。辞書なしでは日本語で書かれた新聞を読むことができない。親の、愛なくしては、子は、十分に育たない。くらいなら、 あんな人と付き合うくらいなら、一人でいる方がいい。用途も、用が誰が何と用と、一度決めたことを変えるわけにはいかないよ。どんなに忙しかろうが、明日までにこの製品を完成させる必要がある。用途、マイト。用が、マイが。お客さんが来ようと来るマイト、店の中はいつも片付けておけ。 タバコは吸おうが吸うまいが、誰でも癌になりうる。であれ、であろうと。どんな人であれ、悩みはあるものだ。天気がどうであろうと、彼は練習を休まなかった。たところで、寝坊した。今からタクシーで行ったところで、飛行機には間に合わない。ば、で、なら、 で、たら、たで。家賃が高いのも困るけど、安かったら安かったで、何か問題がありそうで不安だよね。背が高ければ、高いで、いろんなところにぶつかるし、乗り物の座席は狭いし、大変です。一人なら一人で、誰にも気を使わずにのんびりできる。べく。 彼女の両親に会うべく朝一番の飛行機に乗って北海道へ向かった。がために、香港の人々の権利を守らんがため、今こそ日本政府は行動するべきだ。思って、審査の結果は2週間以内に書面を持ってお知らせします。 場こそ、娘の将来を思えばこそ彼との結婚には賛成できない。とあってタピオカが流行しているとあってどの店も長い列ができている。ではあるまいし新入社員ではあるまいし基本的なことは説明する必要ないと思います。 手前、こちらから誘った手前、デート代は割り勘にしようとは言いにくい。故に、失敗を恐れる故に、挑戦しない若者が増えてきている。に、硬くない。長年一緒に暮らしたペットをなくした気持ちは、察するに硬くない。に、ない。 ようにも、ない。先輩が残業しているから、帰るに帰れない。タイに来たんだけど、外国語が通じなくて、道を聞こうにも聞けない。手はいられない。あの政治家の差別的な発言には、国民が黙ってはいられなかった。べくもない。東京生まれ東京育ちの彼には、田舎暮らしの大変さなど知るべくもない。 べからず、べからざる。この建物は工事中のため、入るべからず。美しい音楽は映画において、書くべきからざるものである。まじき、外国人実習生を厳しい環境で働かせていることは許すまじき、人権侵害である。ときたら、 彼女と来たら、僕と会話をしないで、料理の写真ばかり撮っている。ともなると、ともなれば、人気アイドルのライブともなると、チケットを手に入れるのも、一苦労です。二十代後半ともなれば転職すべきか、このまま続けるべきか、悩む。ともあろう。 大学の先生ともあろう人があんな感じがわからないでいいのでしょうかたる者は教師たる者学生の見本になるような生き方をしたいなりにレポートは引用だけでなく自分なりの考えを書くことが重要です2匹替え同僚が どんどん出世していくのに引き換え私はずっと平社員のままだにもまして梅雨入り前に30度を超えるなど去年にもまして天気が安定しないないまでもこれまでの中で一番とは言えないまでもあそこのラーメンはかなりおいしかったにいたって に至っても、一ヶ月連絡が来ない状況に至って、やっと彼女が怒っていることが分かった。事件から二十年、今日に至っても犯人は、逃走を続けている。に至っては、最近はすぐ仕事を変える人が多い。友人に至っては、今の会社ですでに7回目だ。始末だ。 働かない彼に別れようと言ったところいろいろ言い訳をし怒り出しとうとう泣き出す始末だったっぱなしだ水道代がかかるから水を出しっぱなしにしないでねたりともないあの有名女優は日焼け止めを塗るのを一日たりとも忘れたことはないそうだ すら、昨晩は飲みすぎて、行った店の名前すら覚えていない。だに、東京に大きな地震が起こったらなんて、考えるだに恐ろしい。にして、子供の時から読み続けていた漫画が、20年目にしてついに最終話を迎えた。 あっての。健康あっての美しさですから、無理なダイエットには反対です。からある、からする、からの。祖母は200枚からある年賀状を毎年お世話になった人たちに送っている。彼氏が100万円からする指輪を誕生日プレゼントに買ってくれた。 激しい豪雨から2ヶ月経ったが、900人からの人々が避難生活を続けている。までもない。晩婚家が少子化に関係していることは疑うまでもない事実だ。までだ、までのことだ、ええ。風邪をひいたら、すべての予定を取りやめて寝るまでだ。 B. やれと言われたからやったまでで、私の責任ではありませんよ。まあ、それまでだ。できないと諦めてしまったらそれまでだ。には当たらない。いろいろな選択肢がある時代なので、子供が学校に行きたがらなくても、悲観するには当たらない。 でなくて何だろうか仕事をしていると時間が経つのを忘れてしまう。これが転職でなくて何だろうかにたる。商談はこちらが信頼するにたる人物であることを先に示さなければならない。にたえる、にたえない。 ネットのニュースには読むに耐えない悪口のコメントが多い。今年は干渉に耐える日本の映画が多くて、とても良かった。と言ったらない。彼の自慢話には腹が立つと言ったらない。限りだ。お世話になった田中部長が来月で退職するらしい。寂しい限りだ。 極まる、極まりない。捕まった犯人は大胆極まる方法で薬を密輸した。あの先生の授業は本当に退屈極まりない。とは。自分だけで日本語を勉強して、あそこまで会話が上手とはすごいな。手やまない。仕事に満足する方法は、その仕事を愛してやまないことです。 に耐えない。田中先生のおかげで無事合格できました。お世話になり、感謝に耐えません。ないでは済まない、図には済まない。社会人になったので、正しい敬語を知らないでは済まない。薬だけで治すことができないので、手術せずには済まない。ないでは置かない。 図には置かない。お客様に迷惑になるので、外で騒いでいる人たちに、きっとこと言わないでは置かない。消費税の増税は日本国民を不安にさせずには置かない。を禁じ得ない。この品質のコートがたった5000円だなんて、驚きを禁じ得ない。泳ぎなくされる。 を余儀なくさせる。リーさんはビザの更新がうまくいかず、帰国を余儀なくされた。両国関係の悪化が、プロジェクトの中止を余儀なくさせた。にも程がある。冗談にも程があるぞ。手見せる。一度も勝ったことがない相手だけど、今日こそは勝ってみせる。 と言っても過言ではない、と言っても間違いない。彼は私の命の恩人だと言っても過言ではない。今年の経済危機は過去最悪と言っても間違いない。ならまだしも、はまだしも。一度や二度ならまだしも、君は何度も同じ間違いをしすぎだぞ。十分はまだしも、 一時間なんて待てませんよ。ごとく、ごとき、ごとし。小さい地震が起きたが、みんな何事もなかったごとく働いている。若い頃の母は花のごとき美人だった。父は、人生は旅のごとしだ、と教えてくれた。ないでもない、ないものでもない。 きちんと誠意を見せてくれるなら、許してやらないものでもないんだけどね。新しく発売されたスマホは少し高いが、買えないでもない。用によっては、便利なアイテムでも、使い用によっては狂気にもなり得る。図に住む、ないで住む。 なくて済む。お店でお皿を割ってしまったが、きちんと謝ったので、お金を払わずに済みました。今年の夏は涼しかったので、エアコンをあまり使わないで済んだ。予約しておいたおかげで、待たなくて済みました。そうにない、そうもない。風邪をひいてしまったので、 今夜の飲み会には参加できそうもない。もしもし、仕事がまだ終わりそうにないので、先にご飯食べておいて。わいなめない。この写真を見ると、彼がその時、そこにいたという事実は否めない。次第だ。 音社の社長の言葉に感動し、思い切って応募した次第です。ものと思われる。今回の火災の原因はタバコの火であるものと思われます。もしないで、もせずに。妻は晩ご飯を作りもしないで、出かけた。努力もせずに諦めるな。 手も始まらない。今更後悔しても始まらないし、次のことを考えよう。に言わせれば、に言わせると。三十歳は十分大人だろうが、私に言わせれば三十歳も子供だ。みんな日本の冬は寒いというが、私に言わせると、この程度はそんなに寒くない。 とする、とされる。彼のやったことは法律違反とされる。試験に受けていない人は0点とします。ざる、耐えざる不安で夜も眠れない。まみれ、朝から晩までずっとテニスをしていたら、全身、汗まみれになってしまった。 ずくめ。飛行機に複数の黒ずくめの男たちが乗り込んできたので少し怖かった。ぐるみ。会社ぐるみの不祥事がバレて、その会社は営業停止となりました。をいいことに。兄は親の留守をいいことに友人を呼んで夜中まで騒いでいる。 ものと思う。私は結婚は幸せなものであると思うが、意見は人それぞれだろう。名詞という名詞。連休初日は道路という道路は車でいっぱいだ。と相まって、この肉は柔らかくて美味しいが、このソースと相まって、さらに美味しいお肉になります。 にかこつけて、課長は仕事の相談にかこつけて、女性をデートに誘っているらしい。べくして、勝者は勝つべくして勝ち、敗者は負けるべくして負ける。を押して、その漫画家は病気を押して、作品を描き続けた。 に即して、経営状況に即して、来年度の募集者数を決定する。に照らして、父親は自分の経験に照らして、息子に仕事のアドバイスをした。に則っ,って、弁護士は発生した問題を法律に則っ,って解決していく。 を踏まえてデザイナーは社員の意見を踏まえて、その会社の制服を一新した。に関わる。その町では気温が39度を超え、命に関わる暑さになっている。にまつわる。村長は村にまつわる不思議な伝説を子供たちに話した。 を兼ねて、一流の人たちにとって、ゴルフは趣味と実益を兼ねている。にかまけて、趣味にかまけて、恋愛しないでいたら、いつの間にか歳をとっていた。を控えて、私の帰国を控えて、友人たちが送別会を開いてくれた。 を経て、新人は3ヶ月の採用期間を経て、正社員になります。の至りだ。夢だった世界一周旅行を実現することができ、感激の至りです。手は叶なわない。東京はエアコンなしでは暑くては叶なわない。 に忍びない。火事で王政が亡くなったニュースは聞くに忍びない。に恥じない。人に流されず自分に恥じない生き方をすることが大切だ。手はわからない。その政治家は日本のアニメオタクであることを公言してはわからない。 つ。私が川に落とした帽子は浮きつ、沈みつ、流れていった。てはては毎年実家に帰ると、食べてはね、食べては寝ているだけだ。彼彼人は多かれ少なかれ、ストレスを感じて生活しているものです。 は、は、昨日はスマホは壊れるわ、財布は落とすわで散々な地に基地だった。手の、ギターを抱えての移動は何かと不便だ。に限ったことではない。犯罪が起こるのは私の国に限ったことではありません。 めく。季節はようやく秋めいてきた。なくはない、なくもない。自信がなくはないが、ただちょっと緊張している。十万円か払えなくもないけど、ちょっと高いなぁ。を受けて、この製品の生産は不景気の影響を受けて、最小限に抑えられている。 だけでは済まない。そんなことは謝るだけでは済まないよ。試しがない。息子は母の日に何かしてくれた試しがない。